おーおーおーすごい。カンパン。じゃあせーの。こんにちは。こんにちは。今日はこれ。これ何？東京レースの。そうそう、これね、トミカの東京アクションコースっていうおもちゃ。これもうすでにね、廃盤でどこにも売ってないんだけど、メルカリで譲っていただきました。ありがとうございます。しかも箱付きね、このまま届いたらびっくりしたね、うん、じゃあ早速開けてみましょうかね。どっから開ける？わかんない。じゃあ開けてみて。あ、テープ貼ってんの？貼ってくれてんのか。あ、ほんとだね。ちゃんと剥がしやすいようにマスキングテープ、ありがとうございます。いや、いい人だ。いい人だね。うん、じゃあ開けよう。うん、おお、めっちゃパーツがあるよ。そうそう、お、すごい、説明書まであるよ。すごい、めっちゃ優しいで。いや、すごいね。綺麗に置いてある。ピーって書いてる。ピーって書いてある。あ、組み立てなきゃなんだね、これね。バラバラで入ってるわ、ほら。本当だ。すごいな。ありがたいね。いや、ありがたいです、本当に。素晴らしい。組み立て用だから。うん、じゃあ組み立てよう。開けてね。うん、開けた。うん、開けて開けて、全部。全部いい。でっかいね、これ。これ、めっちゃでかい。ね、そうだ、すご。これ、すごいね。そうだ、あ、それじゃあ、そうやって、かな。そうだね。ん、結構いろいろパーツ。え、すごいな、これ。どうすんの、これ。なんか滑り台みたいなのも入ってる。入ってる？パーツめちゃくちゃあるよ、これ。あ、なんかすごい。あ、エレベーターある。わ、すごい。ほら、エレベーターついてる。あ、これで上がるんだね。すごい。で、これでガシャンって走らせるんだね。いいね。よし、ちょっとじゃあ急いでちょっと組み立てよう。まずはどうするんだろう。わかりません。説明書見よう。説明書見ましょう。よいしょ。すごいな、これまで入ってるって。1番は？1番はね、あ、じゃあこれが1回かな。ちょっとプチプチしないで手伝ってください。そうだね。どう？こう？多分こうだ。うんうん、これ上みたいだよ、ここ。上？うん、こう。パッとよかった。じゃあこれを、こうだね。これつけて、こっちに。うん、あったね。お、上手。すごいね。パーツもめちゃくちゃ綺麗。すごい。東京タワーやん。そうやで。これメーターが引っ掛けたんだよ。そうそう、そこにね。うん、どこにつけるんだろう、これ。ちょっと待ってよ。パネル、回転スロープ。回転だよ、これが。うん、オイル流しちゃった。すごいね。本当だ、流してる、流してる。これね、すごいすごい、よく覚えてるね。つけて、ここに。うん、こんな感じかな。パーキングはこっちだよ。なんかなぁ、スレンボだな。何が？で、それを、あ、これここだって。ここつけて。でっかすぎて映らないじゃん。これは？あ、それね、フェンスだって。ここだって。フェンス？ここ、こうして、こっち、できたね。うん、で、すごい。危な。これが、あ、こうだ。ついたね。ついた、ついた。これ、あ、これくっつけんの、こうだ。これは？見て、ここデンジャーって書いてある。ここからも飛ぶんだ。すごい。はい、じゃあというわけでこれで完成。これすごいね、あのメーターの東京レースっていうね、メーターの世界作り話シリーズの世界を表現してるんだよね。うん、すごいね、これ。どうやって作ってるんだね。ほら、ダイナー、ガレージ、早い早い、カー戦車、カスタムパーツ。すごいね、日本語いっぱい。戦車って書いてるよ。そうそう、ここ戦車って書いてるんだよ。ここで戦車できるのかな。それじゃあマックインと、はい、メーターでしてみよう。うん、いや、してみよう。じゃあ、大きいよ、これ。すごい。どこがスタートかな。どこでもいいんじゃない？好きなとこからやってごらん。あ、エレベーターあるよ。エレベーター登ったら。エレベーターからスタート。うんうん。手離すと落ちちゃう？ほら、落ちそうなんだよね。あ、でもギリギリ大丈夫だ。すごいな、これ。やっぱりエレベーターが大好きだね。エレベーター楽しいね。東京みたい。東京みたい。本当に東京タワーみたい。ね、これ東京タワーあるもんね。これすごいね。
お、来た来た来た。で、じゃじゃん。あ、でそこ回さないとダメなんだね、この上ね、これね。よいしょ。あ、で、こうやって回しょ。おお、おお、すごい。踏み込んだ。おお。あ、すごい。こっちに落ちてきた。いいね、いいね。ついこっち行きたい。こっち。あ、いいね、いいね。じゃあそれどうすんだろう。どうすんだ。どうやっていくんだろう、ここは。ここ、あ、もうここにね、ここピーって書いてるわ。ここに乗せて、手で走らせて、こう、スロープ。メーターも行って。うん、そこ。なんか落ちるんだね。もうちょっと高いとこに行ったから。うんうん。うそ。まさかの、ここ通れないの。東京カスタムメーターのようになっちゃうんだよ。あ、そこ行っちゃうよ多分ね。もうそこ手で持っていくしかないんだと思うんだよな。こっちにピーピーピーどうするんだ多分ね、もう自分でこっちに持ってくるしかないんだと思う。だからもう手で持っておいて。うんうん、そうか、そこで、うん、そんな感じ、そんな感じで、そこまで行って1、2、3あれ。ジャンプした。もうなんかジャンプって感じじゃないね。落ちたね。これ。こっちはどっちに行くんだろう。あれ、本当だ。こんなのもある。あ、こうだこうだ。これをこうして、こっちもこうして、これでここから走らせたらここで止まるんじゃない。そう。で、ほらほらほら、来た来た来た。2階に来た。2階に来た。で。ここに止まるんだ。あ、駐車場なんだね、これね。なるほど、もう一台止まれそうだけど。ね、こっちはどうやって行くの。ここここか。どうやって行くんだ。もうそれでいいんじゃないの。ね、あ、ここ見て。ん、カブトとかいるね、カブトいるね。カブト実はね、うちいるんだよね。うん、じゃーん、マテルのカブト。これかっこいいよね。うん、これは走らない。マテルは無理か。幅が大きいから。大きいよな。無理かな。お？おまあ、なるよ、ね。ドシンドシンドシン。次パーキング行きたい。うん、行こう行こう。ここからだと走るんじゃない？カブトン。無理？あ。うわ、引っかかるね。そっか。待てるは無理か。こっち行こうかな。ある。よいしょ。そして、メーター、マックインとこ行きたいって言って。うんうん、連れてってあげて。あ、落ちる。落ちるよね。あ。そして。ねえ、これカスタムメーターがちょっと引っかかるのが残念だね。うん、いいね、お話ししてんの。うん、いいね。ご飯食べながらお話ししてご飯食べながら。これ遊び方面白いね。ねえ、いろんな遊びできそうだね。うん、次、うん、お話みたいにしようよ。東京メーターみたいに。うん、それじゃあ乗ってるみたいにしとこうよ。あ、そうしよう、そうしよう。こうやって。で、その下にカブト置いといたら。うんうん。で、マックイーンに押してもらったらいいんだよ、メーターが。うん、お、落ちた。ガシャン。お、来た来た来た。で、それでフックを東京タワーに引っ掛けて。で。ビューって登って、カッパー、この上に、カッパー、こんなどういうっけ、カブノーマル車に戻されるね。うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、カッパー。はい、というわけで今日はメーターの世界作り話シリーズの東京レース、メーターの東京レースの世界を表したこのおもちゃ、東
東京アクションコース、これで遊んでみました。どうだったこれ？楽しかった。あ、よかったね。いろいろできて、まだなんかいろんな遊びできそうだよね、うん、あっちの駐車場使ったりね、うん、うんうん、それまたやってみようね、うん、うん、というわけで今日はここまで。バイバイ、また見てね。また見てください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。